こんにちは。干潟を歩いているこの集団は何でしょうか。ミナミコメツキガニです。このカニは大きさが 1.5 センチメートルくらいの小型のカニです。甲羅の形が球のようになっているのが特徴的です。サーターアンダギーに似ているその形から地元ではサーターガニとも呼ばれます。また集団で行動するため軍隊ガニとも呼ばれます。河口の砂や泥のある場所に住み、干潮時は集団で移動しながら砂や泥に含まれる餌を食べます。砂や泥を口に入れ餌をこして砂を吐き出すので、干潟のお掃除屋さん的な存在です。身の危険を感じるとドリルのように体を回転させて砂の中に潜ります。このカニは横歩きではなく正面に向かって歩きます。2010年に琉球大学などの共同研究によって琉球列島に生息する南姫潮招き、南コメツキガニ、コメツキガニの3種が学名のついていない新種であることが明らかになりました。